じゃあ好奇心の働きやってみましょうか。あ、まずね、これが植物ホルモンの話するけど、植物ホルモンってね、あの、みんなさ、あの生物基礎で動物のホルモンやったと思いますけど、動物のホルモンって内分泌腺から分泌されて、血液中にこう分泌されて、で血液の中を運ばれて、で標的器官にしっかり働くって、このストーリーがめっちゃ明確じゃないですか。だけど、植物ホルモンのホルモンって確かにあの微量でね、さまざまな、生理現象を引き起こすような、化学物質、植物ホルモンって言ってんだけど、どこで作られるとか、どうやって運ばれるとか、あとね、いつ作られる、いつ作用するとかっていうのはね、もう本当に、なんていうかね、揺れがあって、揺れがあるっていうのは、実際、いろんな、時期にいろんな場所で合成されて、で輸送方法まだ研究中で、ただ結構 不明確なところが結構あるから、そこまでね、神経質に一個一個丸暗記する必要はないです。初めに言っておきますが、そこがね、まあ、逆に言うと面白いところでもあって、動物のホルモンと植物のホルモンの小さくて大きな違いになります。じゃあね、植物ホルモンの一つ目、オーキシン、ちょっと見てみましょう。オーキシンの語源は成長するって意味だね。よく有名な実験は、ヨーヨー症って言って、種子からね、ヨーンとね、これが4本ね、根っこね。で、はじめに、あ、これ。第1葉、はじめの葉っぱを包んでる鞘みたいな構造をね、ヨーヨー症って言うんですよ。幼い葉っぱを包んでる鞘って書くね。ヨーウショウ。この種子から初めに伸びてきた芽生え、ヨーヨーショウが、とってもとっても、オーキシン、の感度が、良いし、成長が早いんで、よく実験に使われてます。で、このヨーヨーショウに光当てた時に、光の方に曲がる仕組みの中でオーキシンが働いてます。じゃあこれヨーヨー症を拡大して書いたものね。こんな風に光をこっちから当てると、光の方に屈曲します。この性質を光屈性って言います。屈曲してるね。当てる光の方向に、当てる光の方向によって、その方向だったり、その方向から逃げる方向だったり、成長する、成長の度合いを変えて、今回で言うと光の方に曲がる、こういう性質を光屈性って言います。今回は光の方に曲がってるから、正の光屈性っていうこともあります。根っこなんかは光から逆に逃げる方に、曲がることが多くて、そういう場合はね、正の反対の負の光屈性って言ったりします。根っこなんかはね、確かに根っこが光を求めて土の上出ちゃったら意味ないからね。光の方に、向く性質、正の光屈性で、このように、曲がることを屈曲って言いますよね。光の方に屈曲しています。まずこれが、ベースのベース、基本の基本です。じゃあね、いくつか金属板、雲母片、問題文では雲母片が使われるけど、まあ、なんていうの、壁をこのヨーヨーショウちゃんに差し込んでみましょう。ここで大丈夫、光が当たった側にこう向くんだよ。あ、で、これってね、オーキシン、これもいろんな説があるんだけど、オーキシンって書いておこう。こっちが先端ね。オーキシンって
先端でこの多分ね、教科書がね、これから多分何回か書き換わると思う。あの一応今のね、あの、まあ、入試に合わせたあの説を今から説明しますけどね、多分ね、あの、まあ、近いうちに多分、いろんな、説が、覆されることがあると思います。で一応今の、入試に合わせたあの説で、今から説明します。オークシンっていうのは先端で作られて光から逃げ下方へ移動する先端で作られてこの尾っていうのがオークシン先端で作られて光がこっちから来たから光から逃げてで下方へ移動するでね伸長するところこの伸びるところは少し下にあります。オークシンは光から逃げて下方へ移動しこう移動する光から逃げて下方へ移動する一応このね下方へ移動するってあーって落っこってるわけじゃなくて実際はねオークシンを、バケツリレーみたいにあのねオークシンを排出したり取り込んだりするタンパク質が細胞に設置してあってこれ運んでます明確にあのバケツリレーみたいな感じでオークシンを下にはいどうぞはいどうぞはいどうぞっていうふうに下にね運んでます。これあの重力に依存基本的に重力に依存しません。こんなふうに決まった方向先端から下方へ決まった方向に移動する繰り返して言うけどあの重力には基本的に依存しません。ただガーッと落ちてるだけ落ちてるんじゃなくてバケツリレーみたいにオークシンは下に明確に運ばれてる。こんな風に方向性を持った移動を極性移動って言います。で極性移動してで伸長するところにたどり着いたらオークシンがおい伸びろよって伸ばします。光から逃げてほんで光から逃げた側の部分をめっちゃ伸ばすんでこんな風に光に当たってない部分がめっちゃグインって伸びることによって光の方を全体的に体を向けるっていう仕組みになってます。じゃあすいませんでは運毛編差し込んでみましょう。じゃあまずは差し込んでみましょうか。じゃあこんな風に、ザクって運毛編を差し込んだら屈曲するかな。オークシンが光から逃げてで下方へ移動ここ通れないね。これこの板が邪魔で下に行けないね。伸長するところオークシンの作用を受けたいなってところに行けないね。ってことで、ね、こちら、こういうふうに運毛編を差し込んだら屈曲しません。こちら屈曲しません。しない。屈曲しません。じゃあ次。こんな風に運毛編を差し込んでみようか。屈曲するかな。オークシンが作られてこっちの方で作られたオークシンってこれ邪魔でいけないよね。このこっち側に邪魔でこの板が邪魔でなのでこちら、ここで作られたオークシンもこう行ってこう降りれるからこっちのね右側がよく成長して屈曲するんでオークシンの移動がこの板で妨げられてしまっているのでこちらも屈曲しません。
屈曲しません。じゃあ最後、分母辺をこう挟んだらどうだろうか。これどう差し込んでるかっつうと、上から見たら、上から見たらこう、こんな風に、これを上から見たらこんな風に、分母辺を差し込んだらどうなるだろうか。これこれ移動できますよね。これね、ここはね、こっからここにね、これ移動できて、で下に降りて、で光の当たらないところよく成長させるんで、こちらね、屈曲します。差し込まれたままでね、そうかわいそうだけど、こんな風にね、屈曲します。まずこの3パターンね、運動辺の差し込み方と大きしの移動、まあ試験中もね、大きしこう、大きしが移動して下に行けるからってね、考えると良いと思います。まずは大きしでした。